の人ですね、じゃあ。あの引っ越して、今は吉祥寺だけど、まあ、こっちに住んでるときから、懐かしく遊びに暮らせるんですよ。ああ、なるほど。僕は最初枯葉やってて、その後アイルさんが完全にアマチュアですよ、趣味でやってる。いや、それもピアノは趣味です。バイオリンは仕事じゃないの、半分仕事じゃない。バイオリンが本業なんで、ピアノはちょっと遊び程度に。ちょっとどうしようかな。最近あんまりちょっと怪しいやつにしましょう。怪しいやつ。まろやかですね、この音は。15分持たせるか、わざと。じゃあちょっと、ちょっと間違えた。なんです。即興ってわかります？その場で。そうです、はい、そう、僕即興しかしない人、ちょっと珍しいです。そう、その場で、その場で曲作る。作曲というか、そう、まあ、その場の思いつきで。まさか今の曲がそうだと思わなくて。ああ、なんか聞いたことあるような雰囲気ありますよね。でも実は即興なんです。そうですか。で今のはまだわかりやすいですよね。で
今みたいに分かりやすいやつからとても分かりづらい、わけが分かんないやつまでいいじゃん。次はとてもわけの分かんないやつちょっと言っちゃいますね。ちょっと激しかないんですけど、ちょっと意味が分かんないようなやつちょっと言っちゃいますけど、うん、幅が広いんです僕の即興なんで。
まあこの辺で切っときます、ね、まあ、5分ありますけど1回、はい、どうぞ、はい、どうぞ。